それではね、ハイエースワゴン10人乗りを買いました。いろいろと報告していきたいと思います。これね、ハイエースワゴンだから 2.7 リッターのガソリンかな。で、距離が 11,812 キロ、で、年式が2020年、令和2年3年前で、6月まで車検があるのかな。だから、だから今5年車検受けて、あと約2年ついてるってこと、車検が。それでこれね、ナビ、あ、ちなみにこれ、TFT っていうの、液晶だから6型ですね。ハイエースの6型で、これはでっかいドアミラーか、四角いドアミラーになって TFT 液晶になって、でこれが今ね、ナビのアンテナがつながってないんだけど、まあ、でもテレビのアンテナもついてないっていうんだけど、テレビこれか、まあ見れるって感じかな。で、ちなみにオプションのこれ、パノラミックビューモニターがついてます。バックカメラももちろん、バックカメラももちろんついてて、こうやるとバックカメラになる、こうやるとパノラミックビューも一緒に見えるということで、あとこのビュースイッチをつけると前のカメラと上からのカメラ、あともう一個押すと右と左のドアミラーの下が映るようになってる。これオート奥にするとなんかあるみたい、ちょっと忘れちゃった。で、これオンオフがあるみたい、 TRC オフオン、トラクションコントロールか。あとこっちにもフォグランプか、こっちはフォグランプのスイッチがあるみたい、これか。で、これは自動ドア付きね。まあ、あとカバー付き、そう、シートカバー付きで、これがなんか台、本来はそれが付いてるんだけど、これ変えてある。あと、もうオートエアコン、あとまあ、エアバッグがついてて、これが安全衝突機能付きかな。6型で標準になったのかな。あとはなんかないかな。何が標準条件、オートエアコンで、あとこれがオプション、ハンドルスイッチ、これオプションで付いた、ね、そう、これは6型になったからついたのかな。これでインジケーターとか車速とかふらつき検知とか、あとなんだろう、これが線のやつかな、これも切れるんだっけな、忘れちゃったな。メッセージ、時計設定、 LDA 表示設定、ああ、まあいつもこの画面かな。
あとモード、モードはこれ標準でついてるのかな。あ、これがその、あ、そう、これでオフだ。サイドラインのね、 LDH そのぐらいかな。じゃあ今度降りてみましょう。はい、そういうことでね、買いました、ハイエースワゴン。平成5年、ごめん、違う、平成じゃない、ごめん、令和2年の6月登録。だからここに、ここが6型のなんだっけ、安全標準装備、カメラついてて、クビューモニターのカメラで、そうそうそう、これ LED ヘッドランプ、これがオプション。結構高いと思ったな、7万ぐらいすんじゃなかったかな。で、これは6型の証のでっかいドアミラーで、ホイールキャップ、鉄筋にホイールキャップね。で、10人乗り GL ってやつね。で、カメラ、バックカメラついてるんで、ここにあれがない、あのバックミラーかがない。あとはそう、オプションでこれがついてる、なんていうんだっけ、忘れちゃった。ロックがね、鍵でボタンでロックが開くってやつね。で、見てください、自動です、自動、自動で。あと これがね、純正で、それじゃ車外のがついてる。で、10人乗り、ね、レザー調のなんだっけ、シートカバーついてる。だから多分すごい綺麗なんだっけ、シート自体は。こんな感じ、エアバッグ付きで。そうね、と何があるんですか、このシートカバーで、これもなんか車外のついてて、あ、そうそうそう、これ、これがね、なんつうの、フロアマット、フロアマット、フロアマット、ドキンド、フロアマット、これね、全部、で、これも車外のカバーがついてると、そんなことかな。まあ、エアコンついてはね、綺麗ですね。はい。まあ、そう、値段は後ほどでね。いいですね、ドアミラー付き。タイヤの山も、まあまあ、バリ山かな。バリ山だな、フロントの方が少ないかな。バリ山です。まあ、いいんじゃないでしょうか。最高ですね。いいですね、 LED ヘッドライトが最高っすね。写真もう一回撮ろうかな。はい、10人乗りね。で、 ED ドアクローザーがついてるんで、こうやってね閉まります。そんな感じかな。こんな感じで、はい、で、こんな感じで、こんな感じでね、これもイージードアクローザーみたいなのがついてます。はい、そんなとこです。これがハイエースです。写真撮ろう。